対ジャイアンツの一戦をここ山陽スタジアムからお伝えします。放送の解説は達川光雄さん、伊藤仁さん、黒木智弘さんです。よろしくお願いします。早速ですが伊藤さん、大方の予想は投手戦、細かい野球が重要になってきますよね。まあ、やっぱ連打が望めないだけにね、そういう細かい野球が必要になってくると思いますね。なるほど。さあ、今日はどんな野球を見せてくれるんでしょうか。注目したいと思います。1回の表、ジャイアンツの攻撃。この回の先頭バッター、鈴木隆弘、打席に入ります。ジャイアンツ、今日のヒーローは果たして誰でしょうか。最初の1球は何か。初球変化球、空振りです。内へのボール打った。セカンドへの打球アウトです。セカンドゴロに終わっています。バッター寺内隆之、バッターボックスに入ります。第1球はまずはストライク。2球目はどうか。高めのインコース、これで追い込みました。次の配球はこれはボールになります。変化球三振。次は DH 石井義人、打席に入っています。初球です。内へ、最初は高めに来ました。2球目はどう攻める。低めに入っています。3球目はどうする。コーナー、きれいに決まった。できました。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。1回の表終了。ジャイアンツ3人で攻撃を終了しています。こちらが今日のオーダーになります。代わって守りますジャイアンツの先発ピッチャー宮郡、しっかり抑えてくるんでしょうか。1回の裏、ジャイアンツの攻撃。この回の先頭バッター坂本勇人、バッターボックスに入ります。最初のボールは最初はフォークから入りました。低めのボール打って取りました。これでワンアウト。バッターは2番亀井義行、バッターボックスに入ります。何を投げてくるか。外の遠いボール打っていった。これはアウトです。ショートゴロに終わりました。クリーンナップへと続きます。今日の久吉、打席に入ります。本当にね、ランナーになると積極的にね、どんどん走ってきますからね。
初球は2個速った左方向へレフトの前レフトの前に落ちた。ツーアウトからヒットが出ました。阿部慎之助打席に入りました。さあジャイアンツツーアウトからヒットが出ています。第1球いい当たり初球からいったワンバウンドヒットになりました。ファーストランナー二塁回った。伊藤さん、どうしてもランナーを返したい場面ですよね。そうですね、クリーンアップですんで十分その得点のチャンスですからね。どこに入れてくるか。初球ひざ元インコースに来ました。変化球打ちました。ショートへの当たりアウト。スリーアウトチェンジ。辰川さん、残念ながらあと1本が出ませんでしたね。ちょっともったいない気がしますね。ええ、こういう場面で確実に決めておかないとね。はい、残念な結果に終わりました。2回の表ジャイアンツの攻撃、4番からの打順になります。谷義智今日の第1打席に入りました。0対0で2回の表に入っています。第1球は最初はボール。次のボールは空振りになります。さあ3球目強烈な当たり左に持っていった。ヒットになった。先制のランナーがノーアウトで出ます。ランナーに気を取られすぎないことも大事でしょう。そうですね、バッターにはきっちりゴロを打たせたい場面ですね。さあ思い通りに打ち取ることができるでしょうか。さあジャイアンツノーアウトからヒットが出ました。初球です。ここはバントしてきます。ファウルボール。ここは見送ります。このボールには手が出ません。キャッチャーのサインはここはスライダーできました。空振り空を切らせました。ワンアウトになって次のバッターになります矢野健二打席に入ります。初球は鋭い打球初球捉えました。ファーストランナー二塁へ回った。打ったバッターは二塁へ向かいます。センターからセカンドへツーベースヒット。そして7番田中大二その注目のバッターボックスです。松川さん、チャンスが訪れました。流れが来ましたよね。はい、ここは得点まで行きたい。初球ボール2球目まっすぐで決めました。3球目見逃してストライク。ここは追い込んでいます。次の4球目村本次が5球目変化球打って打球はセカンドへ。いやー黒木さん、ナイスプレーですね。気持ちの入ったプレーでしたよね。本当に選手一丸となって戦ってる感じがチームに溢れてますよね。必死に食らいついているこの姿ですね。ファンも大喜びのプレーでした。そして8番古木茂之その注目のバッターボックスです。辰川さん、
チャンスですからなんとかつなげたいですよね。ここでね、下位打線ですけどね、なんとか1番につながるねバッティングしたいですよ。はい、まあ守る側としてはここで打線を断ち切りたいわけですよね。2球目はどうか。外角いっぱいに決まりました。変化球を打っていった。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。達川さん、残念ながらあと1本が出ませんでしたね。ちょっともったいない気がしますね。ええ、こういう場面で確実に決めておかないとね。ピッチャーの立ち上がりを捉えるチャンスを作ったんですが、もう一押しできませんでした。どこから行った。最初は変化球できました。2球目はどう攻める。この球は外れています。さあ3球目、下がる下がる下がる、フェンスに当たります。打ったバッターは一塁を蹴った。ツーベースヒット、フェンスにダイレクトのツーベースヒット。春日さん、これはいったかという当たりでしたね。今のは入るとね、本当に思いましたけどね。非常に惜しい打球でしたね。セカンドランナー帰れば先制点ということになります。何を投げてくるか。最初はストライク。次のボールは打って一塁アウト。アウトです。ショートゴロに終わっています。松川さん、これは打球の方向が悪かったですかね。いや、狙いとしては右方向を狙ったんですけどね、いやセカンドランナーいましたから、せめて進塁打打ってほしかったですね。第1球、初球から落としてきました。外れてボール。落ちるボール打ちました。セカンドへの打球アウトです。そして9番藤村大輔、その注目のバッターボックスです。達川さん、作ってもらったチャンスをどう生かすかですよね。先制して主導権を握りたいですよね。そうですよね。先制を取ったチームの方が間違いなく勝率は高いですからね。これはライトへの打球、取りました。これで3アウトチェンジ。さあジャイアンツ、この後9番から始まります。3回の表、ジャイアンツの攻撃、9番からの打順になります実松和成。まずはチャンスの芽を出していきたいところです。最初の球は最初からコーナーをついてきます。次のボールは今度は変化球、次の配球はあっと当てるのが精一杯、打ち上げてこれはレフト線へ、取ってワンアウト。ここで打順が一巡します。鈴木バッターボックスに入ります。
打球はどうなる。ヒットになりました。バッターランナーは二塁を狙った。ボールは中継のショートへ。ツーベースヒット。左中間へのツーベースになりました。伊藤さん、得点圏で足の速いランナーがいると相当ピッチャーもプレッシャーがかかりますよね。まあ野手の間を抜けてしまえばもう確実に1点を取られるだけの走力を持った走者ですからね。もうぜひともこのバッターを抑えたいところですね。セカンドランナーは先制のランナー、膝元へ決めてきました。スライダーで追い込んでいます。様子を見ていった。三塁を狙う。俊足を飛ばすか。どうだ。セーフセーフ。三塁盗塁成功。いやー、辰川さん、もう防ぎようがないんですかね。バッテリーも相当警戒してたんですけどね。まあここまで来たらバッターに集中した方がいいかもしれませんね。さあ4球目、ストレートを持ってきました。今のはバッターがよく見ましたよ。空振り。ここで打順は DH へ回ります。石井、その注目のバッターボックスです。何から持ってくるか。最初のボールを決めました。2球目です。外角高めのストライク、枠をいっぱいに使ってきます。際どく攻めるのか。外のボール打ちました。取ってスリーアウトチェンジ。3回の表が終了。ジャイアンツ得点はありませんでした。伊藤さん、俊足のバッターが続きますね。こういうバッターがいると攻撃のバリエーションは広がりますか。次のバッターもね、非常に小技も上手なバッターですし、なおかつ足も使えるバッターですから、この 1,2 番というコンビはいろんな作戦が考えられますね。なるほど。低いボール、まず内へ持ってきました。次の2球目、今度は外。フォークできました。低めを丁寧に攻めています。しかしこの打球はファウルボール。さあ何を見せるか。左への打球、変化球打った。打球はセカンドへ。アウト。セカンドゴロに終わりました。バッター亀井、打席に入ります。どこに入れてくるんでしょうか。変化球打ちました。しかし今の打球はファウルです。2球目はどう攻める。内へのボール打った。ワンバウンドヒットになりました。ヒットになった。ここで先制のランナーが塁に出る。長野バッターボックスに入ります。ジャイアンツワンアウトからヒットが出ています。初球です。初球外に来ました。
次のボールはコーナーを狙います。さあ3球目、あっと暴投です。バッティングカウントになったが、内へのボール球、バットが出ました。次が5球目、当てただけ、打球上がった、取りました。これで2アウト。2アウトで次のバッターを迎えます。阿部、もちろんランナーを返せば先制ということになります。初球は低めを打って落ちました。セカンドランナーは一気にホームへ。やはりチャンスに強かった。この場面でヒットになります。セカンドランナー今ホームインした。先制点はジャイアンツ。このまま優位に進めていくのか。得点シーンリプレイでご覧いただきます。ジャイアンツが先制しました。バッターは5番村田、打席に入っています。得点差わずか1点、ジャイアンツがリードしています。最初の1球は何か。まず低めに持ってきました。先に先制を許しました。後続は立っていきたい序盤戦です。2球目はどう攻める。いい当たり、大きいぞ。取りました。3アウト、チェンジ。3回を終了。ジャイアンツ1対0、先制しました。4回の表、ジャイアンツの攻撃。先頭バッターは4番谷。まずは出塁、チャンスを作っていきたいところです。何から持ってくるか。まず変化球で空振りさせました。どう攻めるのか。空振りです。これで追い込みました。キャッチャーの要求は三球三振、空振り。ボールを捉えられませんでした。バッター中井、打席に入ります。初球わずかに外れてボール。スライダーを持ってきました。変化球、これは空を切ります。2者連続、バットには当たりませんでした。いい投球を見せてくれます。バッター矢野、バッターボックスに入ります。初球はどうでしょうか。まずスライダーを持っていました。次の2球目、変化球打った。セカンドへの打球、
一塁アウトでスリーアウトチェンジです。4回の表が終了。ジャイアンツ三者凡退に終わっています。4回の裏、ジャイアンツの攻撃。この回の先頭バッター高橋由伸、バッターボックスに入ります。第1球です。まずは見送りました。2球目です。これも落としてきました。3球目、次はインコース。さあ4球目、高め。さあ何を見せるか。上がったがどうだ。ワンアウトです。下位打線に回ります。小笠原バッターボックスに入ります。どこに出てくるんでしょうか。最初から低めに来ました。どう攻めるのか。膝元への変化球。次が3球目。あっとインコース。ここは追い込んでいます。当てただけのバッティング、上がっています。キャッチしました。センターフライに終わりました。バッターは8番ボウカー、打席に入ります。最初の1球、最初はフォークから入りました。2球目はどうか。これも落ちた。さあ3球目、これはストライク。微妙なところを攻めてきます。バッティングカウントになった。鋭い当たり、ファーストへの打球。藤村打席に入りました。ジャイアンツツーアウトからヒットのランナーを出しました。どこに出てくるんでしょうか。打ちました。ファウルになります。外角低めのストライク。
果たして3球勝負するのか。ボールです。3球とも低いコースに来ました。さあ4球目、右へ上がった、ヒットになりました。ファーストランナーセカンドベースを蹴った。打ったバッターは2塁へ向かった。ツーベースヒット。そして打順は1番に戻ります。坂本、その注目のバッターボックスです。さあ辰川さん、中盤ですからここはリードを広げておきたいですよね。この辺でね、1点差ではどうなるか分かりませんのでね、やっぱり追加点でしょうね。そうですよね。この後の継投を考えると、やはりここでピッチャーを仕留めておきたいですよね。やっぱり勝つためにはね、最小得点差で最後までっていうのは辛いですよね。2球目はどうか。変化球決まってワンエンドワン。古田さん、胸元のインサイドを見せて、そして外ですよね。配球もいいですね。コントロールもいいですよね。絶妙なコントロールですよね。きちんと要求されたところに投げてますからね。なるほど、本人もイメージ通りのピッチングができているんでしょうね。バッティングカウントになったが、ストライク。ボール球打ってファウルになりました。さあ6球目はどうする。これは外れてボール。次が7球目、三振、スリーアウトチェンジ。このピンチ三振で完璧に抑えました。さあジャイアンツ、次の攻撃は下位打線からとなります。5回の表、ジャイアンツの攻撃。この回の先頭バッター、田中大二。まずは塁に出たいところ。5回まで来ました。どう組み立ててくるか。初球見送っていきます。どう攻めるのか。外角低めのストライク。3球目、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターはセカンドへ。ツーベースヒット、ライトオーバーのツーベースヒットになりました。伊藤さん、こういうピンチの場面でピッチャーに大事なことは何でしょうか。慌てて勝負に行かないことですね。じっくりいろんなボールを使いながら、相手の狙ってるボールを当然外していくのも大事ですけども、まあ、慌ててやっぱ勝負に行ったら、結果としたらあまりいいことはないと思いますね。なるほど。2球目はどうか。スイングして空振りです。スライダーで追い込んでいます。際どく攻めるのか。低めのボール打って、これはまっすぐ。スイングアウト。伊藤さん、ここは全く自分のバッティングをさせてもらえませんでしたね。そうですね、雰囲気からしても非常にこう攻撃側の方が、ね、優位に立っているように見えたんですけど、まあ、よく冷静に、ね、じっくりと相手バッターをこう攻めていったような感じはしますね。まあさすがと言えますよね。初球はボールになりました。どう攻めるのか。低めはどうか。外角低めのストライク。
さあ4球目、今度も三振。もう一度ただいまの三振ご覧いただきます。次のバッターを迎えます。鈴木、同点のチャンスに打順が回ってきました。セカンドランナー帰れば同点ということになります。どこに入れてくるか。最初はスライダーできました。変化球を自由自在に操ります。外に決まりました。これで追い込みました。次の配球は外れてボール。次の4球目、変化球打ってファウルボール。さあ何を見せるか。変化球打ちました。打球は一二塁間。そして2番寺内、その注目のバッターボックスです。初球は初球ストライク。2球目です。高め、次のボール注目しましょう。ファーストランナースタート、キャッチャーはどうする。盗塁成功。あっと三振、スリーアウトチェンジ、無失点に切り抜けました。これが今の三振です。5回の表が終了。ジャイアンツ2アウト3塁1塁のチャンスから得点にはつながりませんでした。5回の裏、ジャイアンツの攻撃、トップバッター亀井バッターボックスに入ります。第1球、初球は低いボール。2球目、この球は見ます。一気に来るか。落ちるボール打った、しかしファウルになります。さあ4球目、今のはボールになります。次が5球目、さあいい当たりだ、ヒットになりました。ノーアウトからヒットが出ました。バッターランナーは一塁蹴って二塁へ。スリーベースヒット、ノーアウトランナー三塁、追加点のチャンスとなりました。という場面、長野、その注目のバッターボックスです。得点圏打率が高いバッターに回ってきましたが、勝川さん、ここはベンチは期待してるでしょうね。このスコアリングポジションにランナーのいるケースはね、よく打ってますのでね。はい、ピッチャー変化球打った、ヒットになりました。ここでタイムリーヒット、サードランナーがホームに帰ります。レフトへのタイムリーヒット、1点を追加、点差は1つ増えて2点差になっています。これがただいまの得点シーンです。できることならもう少し点差をつけておきたいところでしょう。次のバッターとなります阿部、打席に入ります。
さあジャイアンツ、さあタイムリーヒットで1点を追加しています。初球わずかに外れてボール。次の2球目、ランナースタートした。低めのボール打った、アウト、一塁アウト。ノーアウトランナー一塁の場面、一変にランナーがいなくなりました。どこから行く、最初は変化球持ってきました。どう攻めるのか、この球には当たりません。147キロです。3球目、丁寧にコーナーをつきます。チェンジ。ゲームは5回まで終了しています。ジャイアンツ1点を追加、2対0リードを広げています。毎回ヒットは依然継続中です。今日は立ち上がりからコントロールは安定している感じです。ジャイアンツの攻撃、この回クリーンナップから攻撃となります。石井打席に入ります。何を投げてくるか、強烈な打球、初球しっかり捉えた、ライトへ。どうだ、変化球打ってファウルです。一塁線はファウルになります。さあ一球様子を見るのか、ここは見送ります。次の4球目、外のボール打ちました。三遊間です。これはアウトです。サードゴロに終わっています。バッターは4番谷、打席に入ります。どこに入れてくるか、変化球打ちました。レフトの前に落ちます。ワンバウンドヒット、レフトへのヒットが出ました。次のバッターを迎えます。中井、打席に入ります。さあジャイアンツワンアウトからヒットのランナーが出ています。どこから行くか、初球を投げてストライク、2球目はどう攻める、見送ります。絶妙のコントロールを見せます。キャッチャーのサインは、バッター落ち着いています。さあ4球目、変化球打って、これはライナー、ワンバウンドヒットになりました。止まった、2塁にストップします。さあそして6番に回ります。矢野、ランナーをホームに迎え入れることはできるんでしょうか。さあランナーは二塁一塁になっています。どうですか辰川さん、ジャイアンツの攻め方はどう見ますか。この状況であればね、得点できますのでね。どう攻めるのか、打っていった、高いバウンドになりました。二塁へ送ります。セーフ、一塁はセーフ、ダブルプレー取れない。そして打順は7番田中、その注目のバッターボックスです。
どこから行く。最初は高め、2球目です。今度はスライダーできました。さあ3球目、ストレート、ストレートで2ストライク目を取りました。次の4球目、三振、スリーアウトチェンジ。このピンチ三振で完璧に抑えました。6回の表までゲームは終了しています。ジャイアンツ無得点で攻撃を終了しました。6回の裏、ジャイアンツの攻撃。この回の先頭バッター高橋由伸、打席に入ります。第1球です。初球スライダーで入りました。2球目はどうか。コーナーを狙います。果たして3球勝負するのか。低めは外れました。高めのボール打ちました。ヒットです。マルチ安打になります。どうなんでしょう、スタミナの蓄えという点で気になりますが、黒木さん、疲れがピッチャーに見えるよ。黒木さん、これはここまでよく投げたと言っていいでしょうね。そうですよね、先発としてゲームをしっかり作りました。踏ん張ったと思いますよ。悪くない内容だけに、この後の継投も注目したいところです。ジャイアンツ2番手ピッチャー投入です。星野、ノーアウトランナー1塁の場面でマウンドに上がります。果たしてどんなピッチングを見せるのか。ジャイアンツノーアウトからヒットのランナーが出ています。初球です。インコース打って打球はセカンドへ、アウトです。華麗なプレーでした。いやー、黒木さん、ナイスプレーですね。気持ちの入ったプレーでしたよね。本当に選手一丸となって戦ってる感じがチームに溢れてますよね。必死に食らいついているこの姿ですね。はい、本当に素晴らしかったですね。一人倒れて次のバッターです。ボウカ、打席に入っています。初球は、初球から入れてきました。次のボールは、今度も変化球、変化球タイミング合いません。スライダーで追い込んでいます。打って三遊間の当たり、二塁フォースアウト。次のバッターとなります。藤井バッターボックスに入ります。最初はスライダーできました。2球目、カットボール、これも外目に行きました。次はどんなボールを持ってくるか。低
低めのボール球を打っていった。次の4球目、あっと空振り三振、スリーアウトチェンジ。まっすぐの球当てさせませんでした。さあジャイアンツ、この後8番から始まります。7回の表、ジャイアンツの攻撃、8番からの打順になります。フル、まずは出塁、チャンスを作っていきたいところです。初球は低めから攻めていきます。2球目はどうでしょう。ストライク、アウトコース。ここは見ます。高めのボール打った、ファウルです。最後は低めに持ってきました。テンポよく三振の山を築いています。ラストバッター実松、バッターボックスに入ります。最初の球はまずはまっすぐから入りました。次の2球目、変化球、これは空を切ります。スライダーで追い込んでいます。さあ1球様子を見るのか。低め打ちました。一塁アウト、アウトです。ショートゴロに終わりました。ツーアウトになった今のプレー、しかし精神的にもやや苦しくなっているようです。古木さん、疲れがピッチャーに見えるようですが、いかがですか。コントロールが甘くなってきますね。まあそろそろ変えどくかなと思いますね。なるほど。何から持ってくるか。初球振りません。これは外れてボール。この打球はセンターです。後ろに下がった、下がった。取りました。これで3アウトチェンジ。7回の表が終了。ジャイアンツ3人で攻撃を終了しています。7回の裏、ジャイアンツの攻撃。この回は打順変えてトップから始まります。坂本、打席に入ります。初球、インコースから入りました。2球目はどうか。低め打って、ノーアウトからランナーを出していきます。さあそして2番に回ります。亀井、バッターボックスに入ります。ジャイアンツ、ライトへのヒットでランナーを出しています。まずはストライク。どう攻めるのか。外へ、
様子を見ていった。このボールはコーナーちょっと外れました。まっすぐできました。黒木さん、ここは当然ゲッツーを狙ってきますよね。まあゴロを打たせたいんだと思います。外れました。よく我慢してますよね。さあフルカウント第6球低め打ちました。二塁フォースアウト、一塁もアウト、ダブルプレー成功。ノーアウトランナー一塁の場面、ツーアウトランナーなしと変わりました。黒木さん、今のはうまく打たせましたね。いいコースに投げてきますね。ゲッツーでツーアウトにしています。初球は低め打って、これはライナー性。7回の表裏を終了、ジャイアンツ0点で攻撃を終了しました。初回からのヒットは依然続いています。ジャイアンツここで2番手ピッチャーを送ります。山口、2点リードの場面、マウンドに上がります。ジャイアンツ打線をどう抑えてくるんでしょうか。8回の表、ジャイアンツの攻撃、2番からの打順になります。寺内、打席に入りました。どこに入れてくるか。左に持っていきました。取ってワンアウト。代打ですね。田島隆一、打席に入ります。膝元、低めのボールで入りました。2球目はどうでしょう。これは変化球、ここは追い込んでいます。キャッチャーのサインは三球三振。バッターは4番谷、打席に入ります。どこから行く。初球簡単にストライクを取ります。ちょっとタイミング取れていません。セカンドへの打球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあジャイアンツ、次の攻撃は4番から始まります。ジャイアンツ3番手ピッチャーをマウンドに上げます。金戸、2点差という場面でマウンドに上がります。ジャイアンツ打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。8回の裏、ジャイアンツの攻撃、バッター阿部、打席に入ります。第1球はどうか。ヒットになりました。ランナーが出ます。ノーアウトのランナー。あっとセカンドを狙ったぞ。ツーベースヒット。次のバッターを迎えます。村田、追加点が欲しい場面でのバッターボックスとなります。
ジャイアンツセンターへのツーベースヒットでランナーが出ました。最初は見ていきます。2球目はどう攻める。しっかり捉えた大きな打球。さあ頭上を越えてきそうだ。点差を広げます。いい当たりしましたよ。ツーベースヒット。セカンドランナーがホームに帰ってきました。1点追加。その差は3点になりました。得点シーンリプレイでご覧いただきます。追加点の欲しかったこの展開、しっかりと入れてきました。次のバッターとなります、高橋由伸、打席に入ります。ジャイアンツ、さあツーベースヒットで1点を追加しています。最初の1球は何か。まず低めに持ってきました。高めに決まりました。追い込みました。148キロです。次はどんなボールを持ってくるか。この変化球は枠の外。この球は入りません。さあ何を見せるか。変化球、アウトを一つ取って次のバッターです。小笠原、バッターボックスに入ります。松川さん、これでヒットが出ますと先発野手全員安打ということになります。ああ本当によく打ちますよね。初球ヒッティング、いい当たり。2球目、これもスライダー。3球目、今度は落としてきました。バッティングカウントになった。低めのボール打って打球はセカンドへ。一塁アウト。セカンドゴロに倒れました。さあいよいよ守護神登場となります。そして打順は8番ウォーカー。その注目のバッターボックスです。最初のボールを決めました。どう攻めるのか。取ってこれで3アウト。8回を終了。ジャイアンツ1点を追加、3対0、点差を広げました。ジャイアンツこの試合2回目のピッチャー交代です。マシソン、3点リードの展開、ここで投入します。さあ最終回注目しましょう。9回の表ジャイアンツの攻撃、先頭のバッター中井、どうしても塁に出たい最終回のバッターボックスです。最初の球は次の2球目、ストレート決まって2ストライク。いや黒木さん、素晴らしいストレートでした。来ましたね。素晴らしい投球を見せてくれました。キャッチャーのサインは3球三振、空振り。
ボール球を振らされてしまいました。バッターは6番矢野、打席に入っています。第1球です。初球ストライク、151キロです。低めのボール打った、一二塁間へ、これはアウトです。ファーストゴロに終わっています。バッターは7番田中大二。最後のバッターになるのか、それとも次につなぐことができるのか。最後のバッターになるか。初球見送っていきます。どう攻めるのか。コーナーへ決まります。1球2球と外へ行きました。打っていった。三塁線わずかに左、ファールボール。これで決めるか。わずかに外れて2-2。ここはバットを出しません。試合は3対0、ジャイアンツの勝利となりました。さあ、投打のヒーローが呼ばれています。はじめに投球成績をご紹介します。先発の登板、7回被安打7、10奪三振、自責点0、8がつきました。次に打撃成績なんですが、4打数3安打、打点1、活躍を見せました。この2人の活躍が勝利に結びつきました。できました。ジャイアンツ対ジャイアンツ、ご覧いただきました。この放送の解説は松川光雄さん、伊藤敦さん、黒木智弘さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。